こんにちは。それでは今回は、小児一如ということについて話をします。これは、お釈迦様の説かれた仏教の言葉なんですね。小児一如と言いますのは、小児というのは、生きることと死ぬことということです。生きることと、死ぬこととは、普通誰しも反対の別々の言葉のように思うんですが、そうではない。一如ということは、二つであって一つ、一つであって二つ、切っても切り離せない関係なんだということです。ちょうど、どんなに薄い紙にも、表があって裏があるようなものです。表だけあって、裏がない紙なんてないんですね。あったら非常に怖いです。小児一如というのは、生きることと死ぬこととは、表裏一体、切っても切れない関係にあるんだということです。よく、胃がんや白血病で、余命何ヶ月という宣告を受ける人があります。もし今年の健康診断や人間ドックで再検査の通知が来て、精密検査を受けてみたら悪性の癌が見つかって、余命3ヶ月と宣告されたらどうでしょう。あと3ヶ月で何をするでしょうか。ちょっと考えてみてください。それまでの死を考えないときよりも、ずっと人生を真面目に考えるようになるかもしれません。死があるからこそ、生が輝くというのは、よく言われることです。人間は、死を真面目に見つめると、限られた人生を精一杯生きる。一息一息、充実した日々を過ごすようになると言われます。わかりやすく言いますと、生と死は台所と便所のようなものだと言われます。なぜかと言いますと、台所というのは明るくて楽しいから、みんなが集まる好ましいものです。反対に便所は暗くて臭くて苦しいのに、一人一人行かなければならない、できれば避けたいものです。一家の団らんはどこでするのかと言いますと、もちろん台所ですよね。便所でするという人はないと思います。ですが、便所はイメージ悪いから、うちは台所しか作りませんと言っていると、食べたものは100%確実に出さなければなりませんから、たちまち台所で食べたものが行き詰まって困ってしまいます。ですから、いつでも安心して行くことのできる、便所があって初めて、台所で明るい食事ができるということです。ちょうどそれと同じように、普通はみんな、どうすれば明るく楽しく生きていけるかということばかり考えています。例えば、仕事のこととか、スポーツのこととか、恋人や家族のこととか、休日の過ごし方とか、旅行はどこへ行くのかといった、そんなことばかりではないでしょうか。ちょうど台所は明るくて楽しいところだから、みんなそこに集まるように。私たちが考えることは、どうすれば明るく楽しく生きていけるかということばかりです。反対に死ぬのは苦しくて暗くて嫌なものだから、見ないよう、考えないようにしています。ところが私たちは嫌だ嫌だと言いながら、一日一日死に近づいています。一日生きれば、一日生きただけ死に近づいて、将来は
100%確実に死んでいかなければならないということは、がん患者だけではないんですね。しかも、死んだらどうなるか、まるで知りません。死んだらどうなるか。この確実な未来の後生がはっきりしていないほど不安なことはありません。こんな一大事はありませんから、仏教ではこれを後生の一大事と言われます。仕事やスポーツ、趣味や生きがいも大事なんですが、確実な行く先の後生を解決しなければ意味がなくなってしまいます。先の見えない闇の中を走っているから何を手に入れても心からの安心も満足もないんですね。生きていく先がはっきりしていてこそ真に楽しい生き方ができるということです。ですから死のことなんか誰も考えていないんですが、仏教では必ずやってくる死を真正面から見つめて、苦しみのもとを知り、それを断ち切りなさい。そうして初めて人間に生まれてよかったという生命の歓喜を得ることができるのだと教えられています。ですから仏教では死があるから生が輝くとか、死を受け入れることが大事なんだとか、そういうことよりも、死をありのままに見つめて、苦悩の根源を知り、それを断ち切って初めて、なんと生きるとは素晴らしいことかという、本当の幸せの身になれるんだ。どんな人でも仏教を聞けば、後生の一大事を解決して、死が来ても崩れない。人間に生まれてよかった。この身になるための人生だったのかと。いう本当の幸せの身になれますから、早くその身になりなさいと教えられているんですね。ぜひ、その本当の幸せの身になるところまで仏教を聞いていただきたいと思います。